きほです。今日は何の動画かと言いますと、早速なんですが、皆さん帽子ってかぶりますか？かぶります？帽子。いや、私もね、正直ね、かぶらないんですよ、帽子は。なぜかっていうと、自分に合うサイズがないのと、ショートヘアでキャップとかかぶっちゃうと少年っぽく見えたり、バケットハットもちょっとね、ヤングすぎたり、なかなかね、自分に合うサイズがなかったんですよ、今まで。なので今回はデムクローゼットからもう帽子を作りました。この帽子がね、もう本当に可愛くて、今回はそちらをお見せしたいと思います。こちらです。じゃじゃーん、かわいくないこれ。こちらの帽子はエッグハットなんですけど、もう絶妙なね、サイズ感で作りました。今回はね、大人女性向けの帽子っていうのをコンセプトにして、このサイズ感をもう本当にこだわって作りました。大きすぎず小さすぎない、このつばのところがもう絶妙な長さなので、もうすっごい可愛いです。かぶると、早速かぶりたいと思います。こんな感じでかぶると、結構これからの時期絶対使えるアイテムだと思います。春先ね、やっぱり日差しもどんどん強くなってくるし、こういったね、帽子っていうのはこれから必需品になってくるんじゃないかなと思います。私のこのショートヘアでもそんなにね、こう男の子、少年っぽくならないっていうのがいいと思います。こんな感じで、でこれのいいところが、こういうね、ちょっとチューリップっぽい感じになってるところと、あとは中で調節ができます。こういう感じでマジックテープが中についているので、頭のサイズに合わせて調整も可能です。こんな感じで小さくすることもできる。いつも頭が小さくてもう奥までかぶっちゃうっていう方も、全然心配なくそこはね、着用いただけるんじゃないかなと思います。これがフェイクレザーなので、通年でかぶっていただける帽子になるかな。フェイクレザーの方がその季節ごとの帽子ではないので、あると便利ですよね。これがね、折りたためるので、もうそのままバッグにサッと入れたりもできるし、すごく使いやすい。でブラウンをかぶるとこんな感じ。ブラウンかわいいな、こう見ると。これぐらいのなんかつば感だとすごいね、視界も見えやすいし、そんなにね、めっちゃ深いってわけじゃないから、すごく使いやすいかな。髪がロングの方もすごく似合いそう。ブラックのフェイクレザーだと結構強くなりがちかなと思ったので、今回はちょっとね、あえてブラウンにしてみました。もう皆様がね、お持ちのお洋服とかと合わせて着ていただいてもいいと思います。この帽子はね、もう本当にこだわって作ってて、去年からね、実は販売しようと思ってたので、よかった今回作れて。もう本当にね、私帽子が欲しくて、でも今まで帽子に、自分のサイズに合う帽子に出会ったことがなかったから、本当に嬉しい。皆さんもぜひね、帽子検討されてる方いらっしゃいましたら、候補に入れてみてください。こちらは1月29日に発売予定となっております。そしてレムクローゼットから、お洋服の新作もちらっとお見せしようかなと思います。今回の新作商品は結構ね、オーバーサイズめに作っております。このニットフレアスカートと、こちらのダブルフェイスオーバートップスです。一応身長150センチでこのサイズ感で、まあゆったり着るっていうシルエットなんですけど、153センチそれ以上の身長の方も今回のシリーズは着ていただけるんじゃないかなと思います。こちらの3色ですね、トップスはグレーとベージュとブラックで、ニットフレアスカートがベージュとブラウンとネイビーとブラウンで、こちらが1色のブラックになってます。このニットフレアに関しては落ち感があるので、そんなに可愛くなりすぎないっていうのが一番いいメリットかなと思います。あとはウエスト部分がこのようにゴム仕様になっているので、ウエスト周り心配ですっていう方も安心して着ていただけると思います。私ね、ちょっとウエスト緩いぐらい、これぐらいの丈感で折り曲げることなく履けてるので、そこは
すごくいいかなと。はい、新作はざっくりとこんな感じです。1月29日に発売予定なので、ぜひ気になった方はレムクローゼットの公式サイトストライプクラブと ZOZO タウンの方で確認していただけると嬉しいです。今日も見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。